い、どうも。今回は静岡県下田市にやってきました。伊豆急下田の駅からもほど近い場所なんですけども、もうね、見るからに、この外からの佇まい、看板、これぞ町中華って感じのお店発見しました。伺ってみましょう。こちら。Yeah.
はい、ということでいただいてきました新小林さんのラーメンと、チャーハン大盛りでした。これチャーハン大盛りは並が700円で100円増したけど大盛りになるんですけども、想像してたこう丸い山盛りとは違うと横長のね結構量が多いチャーハンでパラパラでした。でね、一番ちょっと印象残ったのはラーメンなんですけども、すっきりタイプの醤油ラーメンですけど、これはもうスープも麺も風味独特ですね。伺ってみると、まずスープは、豚骨、鶏ガラの動物系と、あとまあ魚介などね、こう、うまいことバランス取って、作られてるスープということで、がっつりこう強めの火で炊いてるスープじゃないんだけど、じっくりと旨味を出しながら作ってるということで、本当にこう、甘みもそうですけど、程よい酸味と後を引くようなスープ、これうまかったです。で、そのね、スープと合うのが、これね、麺も自家製ということで、もう毎朝打たれてるというお話だったんですけども、これ独特の麺の風味ですね。今まで味わったことがない感じの麺の風味、これ食感もそうなんですけど、これ本当に香りがね、いや本当に独特って感じですね。今まであんまり食べたことがない感じの麺。ちょっと柔らかいコシなんですけど、これがね、ほのかな酸味、甘みがある、こう柔らかいスープと非常に合います。そして一番印象的なのは、まあお店やられて50年とおっしゃってましたけど、まあね、先そんな長くないよなんて言いながらも、おそらくご夫婦でやられてるんですけども、その営業今までの歴史の話なんかを、まあ常連さん、ほとんど一元さんの方ともね、本当にわきあいあいとお話しされながら、最後まで終始ね、営業されてる姿が印象的でした。また伺ってお話も聞いてみながら、また違うね、料理を、味噌ラーメンも人気ということなんで、食べてみたいなと思いました。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。